皆さんこんばんは、 MK です。任天堂ラボバラエティキットのバイクパート2やっていきましょう。前回初級中級をクリアしたので、今回は上級グランプリからやっていきたいと思います。まあ上級まで来たらさすがにコンピューターもちょっとぐらい強いんじゃないかな。おっと、すげえギザギザ風のステージだったけど、はい、エンジンかけてやっていきましょう。ちょっとね、このもうエンジンボタンが若干へたれてきてるんですよ言ってしまうと。ダンボールで作ってるからさ。まずはここど真ん中走り抜けていく。あららら、おお、いけるいける。あーっと取れた、今地味に1位だぞ、1位だぞ、余裕だぞ。あれ、コンピューターが弱いぞ。マジか、上級になればさすがにコンピューター強いかと思ったらそんなことないのか。待て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 、これさ俯瞰でやった方がやりやすいな。ここまで来たらコースの先が全然見えないんだよね。ちょっと変えてみるか。はい、これでやる、これでやればまだ、おお、あしゃ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 し、まだいけるか。ちょっとそうだね、コースの先が見えねえからさ、さっきのやつだと。はい、ここ曲がって、あぶねぶねぶね、あれぶねぶね、オッケー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 、いいぞいいぞ。おお、ジャンプかっこいいね。ここ何、ウィリーとかでいけばもっとかっこいいの。そんなことない。はい、一周余裕ですね。余裕すぎでは。待って、上級コースだからもうちょっとやりごたえあるモードが来るのかと思ったんだけど。よし、次第2レース行きましょう。あれ、なんかさっきよりは難しくなさそうですけどね。第1レースの方が変なステージだったぞ。はい、あ、待って、エンジンかけて、エンジンかけてるよ。あぶねー。これはマリオカートとかと違ってあれだね、なんだろう、スタートするとき2の時に押せば加速とかそういうのはなさそうだね。待って、あんま加速しすぎるとさ、あんま加速しすぎるとさ落ちちゃうから、こっちこっちこっち、いや、だとすごい、おっと相手を押し出した。これ体重とかあるんかな、赤が、あの茶色が重いとかなんかそういうのあんだろうか。水をピシャーいって、水をピシャーいって、あー、ピシャーいかないね全然迫力ないね。でこっちに曲がる、よしよし。このね、体を傾けないといけないから若干マイクから声が外れてたらごめんなさいね。ロボットキットの時よりはマシだと思うけどロボットキットのね、実況前やった時に結構あれな、マイクが、俺ね、マイクをさ固定してんだよ、あの机にさ。だからこの体を斜めらせたりするとマイクから口が遠ざかっちゃうんだよねだからちょっと遠かったり近かったりしたらごめんなさいね。はい、最終レース行きましょう。うわ、待って、え、星型ってこと、星型だねこれね。上から見た時を優先しすぎてとんでもコースになっちゃう。待て待て、押してる押してる、ちょっとさ、押すとこがさ、もうさ下手っちゃってんだよな。はい、行きましょう。今んとこ8、あ、10人いんのかこれ、8人だと思ってたわ。はい、だ、おー、加速して加速して、おお、いいぞいいぞ、今の、うわー、ピシャーいって、今の迫力あったね。星型だから結構気をつけてカーブとかやっていかないと。おー、危ないね。これさ俺気づいちゃったんだけどさ、もしかしてドライブキットだっけ、ドライブキットのサーキットのモードとコース一緒俺もしかしてダメなとこ気づいちゃった。ドライブキットもサーキットモードってあったじゃないですか、カートで走るやつ。もしかしてさ、あれとコース一緒じゃね、あれも星型ってあった気がするんだけど。いや、でも水なかったかな。あ、確かにあれだと水に入るやつはなかったかもしれない。ちょっと見直してこようかな。これ遅くなってんな、水やっぱり入んのやめよう。え、なんか使い回しな気がする、違うかな。ちょっと余裕がある人、私のニンテンドーラボのドライブキットの動画のコースと違うのか合ってんのかを検証していただきたい。まあ、私が後で勝手にやるとは思うけど、かなり余裕ですね。相手がめちゃくちゃ後ろだ。あららら、ら、余裕、危ない、今翻弄されたわ上に。はい、ここ最後の大ジャンプ。でもこんなんあったぜ絶対、星型のコースは使いましだと思う。ここのコースはあったぜ。やってもウォーターズ、なんとか1位で突破。最後だけ1分半ぐらいかかるステージでしたね。よし、総合タイムは10秒ぐらい差をつけて勝利ですね。よし、これでなんだ、危ない、落ちてる落ちてる落ちてる。初級中級上級の 200cc は全部クリアしたってことだな。このね、下の自分だけのサーキットを作ろうっていうのも気になるな。ちょっとこっち触ってみる今回せっかくだから。これか、なんだろう、3つのコースを作成してグランプリで競争だ。やってみるか、コース作成。あ、なるほど、自由に走ればいいの。
待って、難しいこと書いてる。ボタンを押して作成スタート。わかりました。ここを押して、なるほど、いきますよ。適当に作っちゃうよ、適当に作っちゃうよ。こういって、あ、上とかいけんね。おお、じゃあまずは上に登って、今度急降下、そしてこの下ギリギリをカーブする。おお、面白いねこれね。あ、こうやってコース作れるんだ。でまたこうやって上に登って、こういって、ちょっと待って、マイクにすごい当たってる、マイクにすごい当たってる。こう、もうギザギザ作っちゃう。ここで、ここですごいギザ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 、いいぞいいぞ。待って待って、ひねってるひねってる。でギザギザしたと思ったら一回転して、さっきの下、あー通れないか、上か、さっきの上。おお、すごい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 、上を通る、で帰ってくる。ただ今度下行きたいね。あそこの、あそこの下行ける？ギリギリ行けない？ギリ行けないか。ここそこの下と、あー通れなかったごめんちゃい、通れなかった。もう一回やろう。行きますよ、コース作成。はい、スタート。まずはまっすぐ走る、そしたら急上昇だ、めちゃくちゃ上に上がる。そしたら、はい、急降下してカーブだ、急降下してカーブ。そこギリギリ、危ない危ない危ない、よし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 。はい、カーブが決まったら、こっからギザギザゾーンだ。こっちにひねって、こっちにひねって、ギザギザコースを作成。めちゃくちゃ大変じゃないこれ1レース目からめちゃくちゃ大変なコースですが、まあまあまあいいでしょう。たら今度また上に登る、いいぞ。で、はい、下に降りたと思いきや、あそこの下通ろうぜ、あそこの下まで一気に駆け抜ける。ここは直線だね、ここは直線で行って、この下を通る。あれ通れないんだ、あれ、これ被るコースもしかしてできないのか。待って、できないか、これ被るコース。そっから検証する必要があるな。めちゃくちゃ上に行こう、ありえないぐらい上に行って、こっちだな、こっちに来て、で今度下がる、今度下がって急降下して、あの下行ってみよう。これ下くぐるとかっていうコースが作成不可能かもしんない。こう行って、でもうこれくぐれなかったら無理だもんね。行ってみよう、ここの下をくぐれる、くぐったんじゃない、あら、くぐったぞ。あ、やっぱ高さがあればくぐれるんだ。よし、じゃあこっから行こう、こっからギザギザコースを作成。いいぞいいぞ。でギザギザしながら上がってこうか。すごい、 1コース目からとんでもコースだが、こう行って、でゴールにしようかな。よーしよし、これでどうですか、結構大変なコースを作ってしまった感はありますが、はい、コース作成完了。これで保存しよう。あ、一回走れる、いやでもそれはね、自分で走ろうぜ。よーし、コース保存した。でいいの、とりあえず一回コース保存しましたが、あー、できたね、1個できたね。じゃあこれで、ちょっと待って、横行って、もう2個作ればいいのか、もう2個作りますよ。こうやってこうか、3つのコースを作成すればグランプリができるらしいんで、じゃあさ、逆にさ、最短コース作ってみる。最短コース作ればさ、コンピューターに勝つのめちゃめちゃ難しいんじゃない。最短だ、こう行って、はい、横ぐるっと回って、すぐこのガリバートンネルっぽいものの後ろに来て、これでどうだ、最短コースだはい、どうだろう、いけるかな。よし、じゃあこれで一旦保存しとこうか。まず最短コースを2コース目で作りましたと。次3コース目だな、どうしよう。何かこう絵を描くの面白そうだね。あれ星型とかあったからさ、なんだろう、ハートとかだとちょっと簡単だから、ね全然思いつかないね、全然思いつかない。なんだろう、カービィ、カービィとか描いてみる。描けねえだろカービィ描けるかな、真ん中、どうしようかな、全然難しいな。おお、上から見てる、上から見て描いた方がいいなこれ絶対。何の形にする、真ん中からスタートだから、真ん中から行ってもいけるやつにしたいけど、いっか、じゃあちょっとカービィ目指そう、行くぞ、行きます。そこのマップを見ながら作成しますよ。こういったら、まずはこれは頭だ、これ、あ、ここでね、手があるんですよ、こう。手があって、手がこうありました。はいはいはい、手、いいね、いいね、いいね、いいよ、いいよ。ただ、はい、軌道に戻って、まあ、ちっちゃいな、手が。手がちっちゃいって、これ頭、これ頭ね、これ頭。すごいでこぼこ、すごいでこぼこ。ただね、もう一回手がある、もう一回手がある、ここに。手があります。手がちっちゃい、手がちっちゃいよ。
手がちっちゃいけど、はいはい、手がありました。で、足、ちょっと待った、ちょっと待った、足がちょっと待って、こっちに行って、はいはい、これ足ね、これ足ね、お、いいんじゃない、あー、でかいな、どう考えても足がでかいね。すごい、すごい、変な形になっちゃった。もう一回、足、いやー、ちょっと足が細いな、足細い、はいはい、足をこう作って、いや、なんだか沢村みたいになったな、ポケモンの沢村みたいになった、これ。いやー、カービィのつもりだったんだけどね、全然できなかった、全然できなかった、なんだこのコースは。いいや、よし、これで保存しよう。いやー、でも面白いね、これね。よし、これでコースを保存。一応ね、カービィのつもりで書きました。いや、難しいぞ、やってみろ。いや、なんだこのコース、沢村だわ、本当に。よーし、じゃあ次回だな、次回この自分だけのサーキットを作ろうの、このモードでちょっとグランプリ挑戦していきたいと思います。ということで、今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方はぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。